日経平均は下落です。140円安。中国で新型肺炎の感染者が急増したことで収束に時間がかかるとの見方からアメリカ株が下落、さらに日本でも初めて新型肺炎による、死者が出たこともありまして投資家心理が悪化、売りが広がりました。ただ中国株などが上昇したことで安い水準では買いも入り下値は限られました。為替確認します。一番下4銭の円安、109円の70銭台です。岡三証券小川さんの今日のポイント、相対的に不利な日本です。自動車やハイテク産業、さらにインバウンド向けの消費など新型肺炎による悪影響の度合いは欧米より日本の方が大きいと分析しています。海外投資家の間で日本株投資を避けようという動きがあってもおかしくないと市場関係者の間では見られています。保険の不正販売で揺れた日本郵政が決算を発表しました。日本郵政の去年4月から12月期の決算は1年前に比べて売上高にあたる経常収益は減少したものの純利益は増えました。金融窓口事業については不正の販売があった保険の営業を自粛しているため売上は減りましたが、人件費などの営業費用が大きく減少し利益は1年前を上回りました。ヨーロッパの航空機メーカーエアバスの去年12月期の決算は日本円でおよそ1620億円の最終赤字に転落しました。赤字は10年ぶりです。航空機の売買契約をめぐる贈賄疑惑でイギリスやアメリカなどの検察当局に支払った多額の和解金を計上したことが響きました。一方、今年の納入機数の目標は去年を上回る880機としました。運航停止が続くボーイング737MAX のライバル機にあたる A320 シリーズの生産ペースを引き上げるということです。では来週の予定です。18日火曜日に日産が臨時株主総会を開き、斉川前社長が取締役を退任する予定です。水曜日は1月に日本を訪れた外国人旅行者の数が発表されます。新型肺炎の広がりで旅行のキャンセル、これ相次いでますからね。この数字、はい、本当にマーケットもすごい注目している数字だと思います。以下ご覧のようになっています。今日のマーケットをお伝えしました。